の使命、人類再生を成し遂げた瞬間に始まった体の変調、それが始まりの鼓動、プラクシー抹殺プログラムの開始では。しかし我々はそれに抗うことはできない。極めて合理的なシステム、皮肉なことだ。プラクシーは神の使いでありながら、使命を終えれば約束の地に導いた後に残った不必要な因子、それどころか怪物であり悪魔に過ぎない。なぜなら我々自身、その手で行った試みによって理解した、自らの手で作り出した出来損ないどもから崇められ、裏切られ、絶望に突き落とされ、創造主も愛されたかったのだ。我々が孤独の中でそれを味わったように。だからこそ彼らには罰を与えなければならない。気づいたか、全てを忘れたヴィンセント・ロー、それこそがあらかじめ囚われた影なる存在である証拠。そんなお前を操り、失敗作どもの感情を発芽させ、再生した人類を再び抹殺した。影は知る。神なき世界で神を望んだ報いを受けた者たちの運命を、人類は滅ぶべきだったのだ。あの世界を崩壊に導き逃げ出したのだから。ちょうどお前がこのロムドという自らが生み出した世界から逃げ出したように、ヴィンセント・ロートはかつての絶望したプラクシー1の残像、いやエルゴ・プラクシーがこの地に残した影武者、偽物に過ぎない。よくできた偽物だがな。考えてみろ、お前もまた絶望しこの地を去った。何もかもから逃げ出した。変わらないのさ、お前も